はいどうもルーでございます。桜イグノムス、イグノラムス、はい、すいません、まだ言い慣れておりません。こちら15時20分サービス開始したので、ちょっとまあガチャの方見ていきたいです。でちょっとさらっと動画撮る前に見た感じですね、結構しんどいガチャになりそうだなっていう。まあただ親切なのは闇鍋ではないっていうことですかね。闇鍋ではないっていうことがまだ親切なのかなと思います。で侍がまあユニットだよね。ユニットが、10体、現在星3、最高レアリティ星3が10体おりまして、全部 0.3% で、合計 3% の排出率と。で一応星1っていうのも出るみたいですね。で星1の中にもさ、結構有名なね武将の名前とかもあってね、風魔小太郎、銀千代、森蘭丸、お市とかね。あ、お市は星2でした。森蘭丸とか星1なんだみたいな、そんな感じですけどね。伊達政宗星2とかね、織田信長も星2だ。そうなんだ。なんか、チュートリアルで出てきたのが、信長と卑弥呼と、あとは、銀千代と、何だったんだろう。そこら辺だったんで、まあでも、どうなんですかね。まあ、使えば、育成すれば強いんでしょうけど、まあこの、星さんの10人、誰が当たりなのかっていうのは気になりますが、ざっと見た感じ、光属性以外は2体ずついるみたいなんですよね。あ、いないか。風属性も1体か。で、火2体、水2体、あ、雷も2体だね。で、風は1体か。光と風が1体ずつと。いうことで、まあ、最初の感じで見ていくと、属性だけで考えていくと、なんとなく闇と光は、お互いの、こう、お互いが得意、苦手っていうやつになりそうだから、まあ、闇と光はあんまよろしくないんじゃないかなって気はしちゃいますけどね。名前的には、強そうだけどね。安倍の生命とか、秀吉とか、読みとかね。名前的には強そう。でも、他のところで考えると、まあ、火属性の呂布と雪村とか、かなり強そうですけどね。で乙姫とかが回復魔法を使いたりするんですかね。水属性、なんかヒーラーのイメージありますよね、水属性と光が。ただ秀吉がヒーラーってことはないだろうからね。あとはバッファーがどれかっていうことですよね。五右衛門どうなんだろう。ツタンカーメンちょっとわかんないね。これはちょっと引いてみないとわかんないね。で、お、演出スキップとかできんだ。なるほどね。で、1500で引けるんで、30連引けますね。多分、リセマラは30連引いて、500余るから、あ、それでも150だから、全部使い切れないんだ。まあ、とりあえず、最初なんで引いてみましょう。演出もわかんないしね。さーて、色的にはちょっと良さそうではない。多分赤いのが星2か。で、金が星3なのかな。銀千代、卑弥呼、小次郎。天下ごめんの大泥棒、ハゲハ、小太郎、ハゲハ、ホムラ、サンゴ、信長。かぶらないね。え、信長は最初から持ってるから、これかぶりになってるんだね。もうずっと檜山の上で喋ってますね。ちょっと注意。金、ここが最初の扉とかありそうだよ。昇格とかあんのかな。もうすでに赤いのが1個だけとかね。
お、渋しずく、ハンゲハ、ザビエル、ザビエルだけど髪の毛があるぞ。雨の噛んだ。もう星1は全部手に入れたっぽいな。星2のかぶりとかが結構強くなるのかな。最初は神だろうが仏だろうが俺が全部焼き滅ぼしてやるよ。狛犬の色を確認してなかったな。え、ちょっと待って、そうか、このゲーム最低報酬ないのか。そうか、最低報酬ないだけでこんなに渋いガチャが渋く感じるのか。鬼のように星の1出んな。星の1って星1出んな。マジか、これはしんどいぞ。ちょっと演出だけはなんとか見ときたいけど、一応最後にあっちも見とくか。アシストカードの方もどんな演出が別一緒なのか違うのかよっ。あ、一緒だね。おふう、これは渋そうだな。ゲーム的には、編成が4体編成。あ、落ちた、アプリが。俺の手持ちアプリが。サクライグノラムス、母体か、母体編成か。考えるとやっぱ何体か欲しいよね。アシストカードは基本所持はレアのものが2467枚か、7枚なので、編成を、あれ、編成を見るとっていうよりあれなのか、侍に装備させるのか。
あれ？よくて。あ、これ持ってない、持ってないやつも含まれてるのか。びっくりしたぜ。例えば信長で、アシストカードはアシストカードだね。まあちょっとここら辺はまたゲームシステムだということだから、ちょっとまた別の動画にしないとだな。とりあえずガチャは鬼のように渋いね。リセマラ何がいいのか、実際当ててみないとわからん。というわけで、リセマラ頑張っていきたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。ルーでした。バイバイ。